はい、こんにちは。アンサーの時間です。もう10月も入りまして、2回目の土曜日でしたっけ。そうですね、早いですね。もう周りの小学校の方は運動会の方は終わったのかな。保育園とかのところはだいたい半分は終わっていますかね。最近びっくりしたんですけど、運動会も早くなっているんですけど、発表会の方もとても早くなってるみたいです。沖縄市の小学校かな、もう発表会が終わったって聞いてびっくりしましたね。10月ですよね。ということは、運動会がいつ、本当にもう6月とか7月で終わってるってことですよね。びっくりしまして、学校の先生は、ね、後半は落ち着いてできるとは思うんですけど、前半の方大変だったんだろうなとは思いました。ね、やっぱし原因は日差しですよね。オゾン層破壊とかで紫外線の方が量が多くて、子どもたちのね、この体の方がちょっと追いつけないんですよね。だって一昔前まではね、こんな暑い時期ってほんのちょっとしかなかったんですもん。もう今はそれが普通ですからね。どこでしたね、砂漠の方で100年ぶりかに雪が降ったんだったかな。これ大ニュースになりましたよね。でまた寒いところでは温暖化、猛暑になってちょっと問題になっているみたいですね。砂漠の上にですね、雪があるんですよ。あれにはちょっとびっくりしましたね。まあ幻想的といえば幻想的ですけどね。でまたね、去年でした、桜に雪じゃないよね、12月でした。12月に桜が咲いてそこの上に雪が乗っかるっていうものもあるし、紅葉の中に桜があるっていうのもありましたよね。この 2,3 年、ニュースとかでちょっとね、奇妙なものがあって、まあこれがね、たまにだったらいいんですけどね、これもしかしてもう毎年こんなだったらもうおかしいですよね。だって大和の方でこんななんだから、沖縄だったらもっとおかしいですよ。ただいさえ春夏秋冬のね、秋がないのに、春もなくて秋もないのに、それなのにね、なんかわからないけど今度は秋と冬が一緒に来るって言ったらもうちんぷんかんぷんですよね。本当に子供たちがこの沖縄にいてから、こういう秋ってどんななんだろうっていうのはわからないですよね。まあ、かろうじて虫とかを見てから、まあ、感じることはできますよね。赤トンボを見たり、セミがいなくなったり、紅葉とかですかね。まあこの紅葉も子どもたちから見たらね、枯れてるっていうんですよ。ね、面白いですよね。自分もね、小さい頃に葉っぱが赤とかね、黄色とかなったら枯れてるねっては言ってたんですよ。でだけど紅葉きれいだねって言うんですけど、あれ枯れてるんじゃないのっていうなんか言った覚えがあるんですけど、まあ沖縄の方で、まあ、最近からかな、紅葉とかっていうのは大和の方ではね、とてもきれいな色にはなりますけど、沖縄ではまあ元々とかか、まあでもあれは厳密的には要は栄養がなくなって変色してるだけなんですけどね。まあこんなこと言ったら何も面白くはないんですけど、はい、ということでですね、台風の方が、もう大変ですね。本当にもう週末なのにどうしてこんなになってるんだろうってね、ちょっと残念ではあるんですけど、台風の方もおかしいですね。もうどんどんゆっくりゆっくり来るようになって、この10月でも台風が来るぐらいだから、でも沖縄ね、でも
台風の直撃は確実に少なくなっているっていうのは確実ですね。では1曲目いきたいと思います。歪んだ傷だらけの春だいぶずれましたね。最初の予報より。最初の予報はもう沖縄直撃コースだったのが、今あの九州に四国かに行ってます。土曜日の朝にちょうど沖縄の右にいる感じです。でも暴風域に入るか入らないか。でも大きいですもんね。多分結構最初の予報では金曜日には915って書いてました。やばいね。先週みたい。でもなんか今は本当にすごい本当にって915が沖縄でもよくない。でもさ、10年もうちょっと前から800台があったよ。895とか。さすがにそれはやばいだろう。それはちょっとやばいです。それでも上がっても920とか。まあまだいいか。230とかではちょっとってなってた気がするけど、発生時と890とかね。これやばくない？結構はすごいですね。弱くなってくれたからいいけど、台風じゃなくてサイクロンだよね。アメリカでもう吹くサイクロン。サイクロン。今日7日ですよね。今日の夜くらいからいきなり940ヘクトパスカルになって、明日の朝に925になって、で、9日、水曜日ですか。水曜日に915ですね。すごいな。マジか。運動会の準備もしないといけないけど、台風対策なのかな。これまあ、でも9日、明後日とかでもまだ全然沖縄には近づいてないので。影響あるよ。全然、はい。しかも沖縄に来る頃には。ちょっと気圧も980ぐらいか。いや、12日で935ですね。今のところ予報は。すっげー。どうする？九州がちょっと、ね、もう直撃ですね。まあ、日本列島行ったらもうどこかしら直撃ですもんね。沖縄、日本列島、今どうは台風に弱いからね。沖縄ほど慣れてはないですからね。すごいな。最大瞬間風速70メートルとかですね。うん、75とか。看板プッとくね。瓦や全部飛ぶでしょうね。屋根も飛ぶね。スピード速くなったりする。まだ4万いかないからいいです。今遅いんだ。20キロ、15キロとかなので、これ多分これがまたやばいな。方向変わったりとかするんだよね。でもうん、いや、前の台風みたいで、うん、CM 行きますね。待って、前の台風も来ないだろうって言ってたから、暴風域入ってる。NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。10月で
軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオカ、ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。ムービン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 、引っ越しするならムービン、ムービン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 、県内県外ムービン、お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。はい、ですね、言うのを忘れておりました。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 または FM ギノワンではツイキャスと YouTube での音声とネット配信をしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらの方もお楽しみください。ツイッターの方も連動していますので、たくさんツイートしてください。このラジオも始めまして1年です。話の方もどうにかなれたのかなと思ったんですけどね、まだまだこの内容の作り方がとても甘いような感じもとても実感はしているので、まあまたなかなかとやりますので、よかったら聞いてください。何でもメール、あーでもいいでもうーでもいいですので、何かあったらください。まあそれが私の励みになるので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今度は台風のお話から、子どものスマホというちょっと内容にしていきたいと思います。ちょっと真面目な話になるんですけど、皆さんどうですかね、お子さん、もう本当に小さい頃から、今はもうスマホ世代ですよね。そうですね、どうですかね、このスマホだけをいじってる子とかたくさんいるのかな。今このスマホでこのチークっていうのもやってるとは思うんですけど、まあ学校の方でもそれで勉強をしているという、まあいい影響はあるかと思うんですけど、まあ悪い影響では、まあ世界が広がるっていうのはいいんです。だけどこの目の酷使もありますし、この姿勢の悪さで、それからこのスマホに夢中になりすぎて、この子どもたちとの関係性っていうのも、変わってきたのかなと思います。まあでも自分たちのこの小さい頃でも、やっぱファミコンってね、ファミリーコンピューターでも影響があるっていうのもあったんですけど、ですけどね、別のものでは、まあこのゲームを通してこの友達が一緒にやるっていうのは、まあ昔はもう本当に鬼ごっことかで遊んだりとかするので集まった、まあ子供たちが集まるっていうことに関しては、まあそうですね、スマホでもファミリーコンピューターでも何でもいいのかなとは思います。で、まあロールプレイングとかで頑張ってね、いろいろ計算とか、根性がついたという仕事に、今の仕事にも活用されているっていう方も、まあ言わしますよね。まああの時でも頭のいい人は本当にもうドラゴンクエストとか本当に3日とかでクリアとかね、まあ、あれも結構頭使いますからね、こういう話とかをこうつなぎ合わせて、つなぎ合わせてこの謎を解く、裏技も解いていくね、こうマリスーパーマリオとかでは反射神経も必要ですよね。まあそれではまあ間違ってはいないと思うんですけど、まあこの電子の世界の中でそれが伸びていくっていうのもあるとは思うんですけど、だけど今度は体ですよね。体からこの体温調整、体力、筋力、それから体の強さとかもありますよね。水遊びをしている間に適度な菌を体に入れることによって、この風に強くなる。で、寒い冷たい水に入ることによって体に刺激を与えて、この体温調整の能力が上がるっていうのに関しては、やっぱり
このクーラーの中とかでやったりするっていうのはちょっと力が足りないのかなとは思います。でまだ今小さいね幼稚園生とかでも本当にその前収穫未就時でしたかね、でももうこの触ってばっかりいるので、まあこれは逆にこのパソコン今の IT 時代にとってはいい入門にはなるかと思いますが、逆にそこに入りすぎて本当はもう子ども本来この手足を使ってこの感覚っていうんですかね、この昔からもね、こう動物の地帯からこの指先足先体全体で感じることで身につける感というか野生の感というかこういうのがまあちょっと足りなくなっているのかなとはちょっと感じてはいるんですけど、2曲目いきたいと思います。浮いて鼻ピーピーなんですか？あ、今は大丈夫です。でも一応さっきクーラーのフィルターの掃除をしたんですよ。 あっちの そりゃなるよね。で一応マスクつけてそのためにやったので一応大丈夫だったんですけど、これマスクつけてなかったらもう終わりですかね。自分も治ってきたよ。その他にもなんか特に家で何かしたわけでもないんですけど、朝起きた時からでもあれじゃない、あれは調子が悪いか、この空気じゃない、昨日ハウスダストとか。そうなんですかね。あとは気温だと思います。気温というか温度差、あやっぱり弱いあると思う。クーラー病だ。はい。クーラー企業によくあるクーラー病だ。曲が終わったらあと5分くらい。はい。だったらまだいいのかなとか思いますけど、でもまだ沖縄がやっぱり心地いい感じがします。でも内地は内地と楽しいな、車で1時間走れば隣の県だよ、沖縄。それが羨ましいですね。沖縄いくら走ったって言う島じゃん沖縄じゃん氷島とか氷島車行かないねでも楽しかった。まあ楽しかったですけど、でもやっぱなんだろう、人との関わりはあんまり、まあ結局同じ沖縄からの友達とかとしか遊んでなかったですね。下町進めるよ。あ、下町はねおせっかいっていうぐらいとてもいい人がたくさん。あんたどっから来たんだ、沖縄ですよし、たまに来なさい、サービスしてあげる、横通っただけでさ、お腹空いたか、おうちでこれ食べれって言って、それがイナゴだったわけ、断りますってこと、イナゴはやめてください、おいしいぞ、私のイナゴはと、ちいちゃんの畑で見たイナゴしかないんですよ。あと30秒くらいで茶色いイナゴがたくさん自分を見てるわけ。それは食べれないですね、ちょっと。あ、悪夢だった。いて。はい、ですね。
何を喋っていましたかね。よく考えてみる。はい、スマホの、このスマホですね、子どもたちの影響、良い影響、悪い影響もあると思うんですけど、でその時に大切なのは、使う年齢に対してのこの規制ですよね。高校生とかになるともうほぼ規制はないとは思うんですけど、まあ、でも中学生高校生になりますとまた活動の幅が広がるので、そこでですね、この大人もう知らない人たちとの関わりも多くなっていくと思います。でそれでこれをまだね、悪い人たちとの関わりを減らすようにというものもあるとは思うんですけど、大麻で捕まった事件がありましたよね、6月で高校生10人で、実際に売買をしていたのが4人 で残りの6人が確か興味本位のお手伝いでしたかね。やっぱりこれもこの知らない人たち同士のこのつながりで興味本位でやった人たちも捕まったという。まただけどね、またそれをまたこうやっちまったこの高校生たちをこれを守っていいのか、もうだけどもかわいそうだけども、これはもう厳密に罰することによってこの周りにこれをやっちゃいけないよというべきかっていうのも葛藤がありますよね。また守りすぎもダメですよね。この薬、まあどうであれこの薬を触ってしまった、でそれでこの道を外すっていうこともあると思います。ね、これをまた守ってまた同じことをするか、それとも今で厳しく教え、もう何年か立ってもいいから、もう自分の力で正しい道に戻るか、まあこれが親の葛藤ではありますし、またそれを招いた、もう巻き込んでしまったというこの高校生とかのこの葛藤ですよね。とても難しい内容だとは思うんですけど、この携帯っていうのは、まあ、いいこともありますし悪いこともある。難しいですね。こう本当にもう怪我とかで困った時には、本当にもう何でしたっけ、もう子供が本当に怪我とかしたり、このよく FMA とかにね、このツイッターとかでやったら、もう知らない人たちが協力して助けてくれたっていうのもありますけど、もうあれかな、本当に医療用だったもん、医療用、緊急用だったら本当に緊急用と、本当にもうこのシステムをもう固くガードして、もうそれ以外は使えませんよっていう風にやるのも必要なのかな。またこれを利用してね、こういうのに使えないか、ああ使えないかっていう広げるのもいいんですけど、それにはもう当初の考えたものとは違うものにやると、やいいことも悪いことも出てくるので、ね、考えてみたら昔の方はね、この昔の流れというのは、こういう時はこれで必ず使う、これでは使いませんと、ね、明治とかああいう時にはきちっとやってたので、そういうことはなかったのかな。まあ自由は自由でいいんですけど、まあ、自由すぎるのもダメなのかなっていうのはちょっと考えてしまいます。はい、ということで、このスマホのお話とかちょっとずれたりはしたんですけど、やはり適当な運動で、それからこの室内でも、今の子どもたちにとってはこの大人もそう、大人でもそうですから、皮膚がんになりやすい、ご自然になりました。ですので、もう子どもたちの体を守りつつ、だけどこの運動機能をどんどん上に上げていけないという問題がありますよね。今のですね、小学生男の子のこの運動平均機能がですね、3、40年前の女子の運動機能と平均がもうほぼ並んでいるそうです。はい、
ということで、だから30、40年前のこの女の子の体力が今の男の子の体力です。ということはもう女子の方はもっとないということですよね。もしかしたら30、40年前の本当に幼稚園低学年ぐらいの内容かもしれません。だからもうこの子どもたちのこの安全安全とは言いますけど、この今からこの生きていくためのこの生活するための能力を引き上げるっていうのもとても大切なのかなとは思いました。では今週のお話も終わります。ではまた来週台風がない土曜日にお願いしますという願いを込めてさようなら。書いてない割にはしょぼかった。